際こうディレクトリーの中には転勤転勤は、インストールされているんですけども、さっきの小細工の方、作成したチャイルドの方のテーマでは、選択肢として、2011しか、見えないということになっています。これに対して、プラグインのメニューですね。今のようにこうテーマの方は、それをテーマの、コサイトの方で使えるか使えないかという設定なんですけど、プラグインの方になりますと、これで有効化すると、ネットワークで有効化ってすると、もうそれが自動的にコサイトの方でも、有効化されるようになります。見えなくて分かりにくいんですけど、これはマルチサイトでネットワークで有効化されているので、強制的に読み込まれて、この、プラグインの選択肢からは逆に言うとなくなります。一番下ですね、英語設定のところがあるんですが、このクルダーがデフォルトで英語になっているので、ここを切り替えてあげることによって、初期で最初で、作成したときに表示される言語は日本語になっています。この選択肢なんですけども、WP コンテンツのラムでしかなくて、
あそこに言語ファイルがあるんですけど、そこら辺を足していくことによって、これの選択肢なんかも増やすことができるようになります。それからですね、この、サイトの一覧から、設定できる、これにサイトの編集というのが、例えば、ここですね、サイトを、作成した、サイトなんです。ここに編集というのがありますので、この編集画面でそれぞれ のサイトについての、設定をできるようになります。例えば、ここにユーザーを追加したり、ユーザータブでユーザーを追加したりですとか、テーマのタブでは全体ではなくて、ここのサイトだけで、このキー点を、有効化、使えるようにしたりという設定になっています。であとは、この辺にちょっと 全体のオプションがあるので、この辺から、この設定のところから、いろんな、設定を変えることもできるんですけど、例えば、ここで先に言われるのか聞いちゃうと、これ、クリティカルなんで、まあ、分かってないとなかなか難しいかなというところですね。で、あとは、さっきちょっとミスもしたんですけど、この情報のタブの中に属性という設定があります。で、これで、ドットコムとかだと、スパムサイトが作成されたら、スパムってやって、ここら辺で公開を止めたりとか、いいことができるようになっています。で、じゃあ実際にこう、マルチサイトが、データ、作成されたときに、どういうふうなデータ構造なのかっていうのを、見ていきたいなと思います。で、ここら辺はちょっとデータベースっていう、ちょっと理解が必要かなと思います。データベースってお分かりない方がいらっしゃいますか？どこそこですか？説明した方がいいですかね？説明してほしいと。そこそこ。一応、ご期待に応えてというか、ちゃんと知識を作ってきましたので、データベースに。若干触れていきたいなと思います。どんなものかっていうと、一番分かりやすいのは、エクセルです。まあ、ぶっちゃけて言うと。あれ？そこら辺も分かる。で、エクセルの中にブックっていうのと、それの中に一つ一つ、シートっていうのが追加できると思うんですけど、ブックに当たるものは一つのデータベース。それから、シートに当たるものがテーブルだと思ってください。これらのシートをたくさん、いくつか利用することによって、全体の、ワードプレスのデータベースっていうことです。PHP マイオネが見たことあるといいますか、まあ、大体半分ぐらいか、それちょっとぐらいかな、見たことありそうですね。これなんか見ると、まあ、Excel、まあ、そのままかなと、こう、マス目で切られて、まあ、項目があって、それぞれに内容が入っている。まあ、大体まとめてみると、ワードベースが利用するバインスキルというのは、Excel のブックに相当するデータベース内に、シートに相当するテーブルや、設定分で、まあ、記事の内容を格納したものということで、理解できるかなと思います。これらの、まあ、テーブル、複数 の, あのテーブルですね、これらが、連携して一つの、記事であったり、まあ、結びつきであったりというのを、実現している。ワードプレスのテーブルごと、デフォルト、シングルインストールの時なんですけど、全部で11テーブルあります。ユーザー、ユーザーメーター、オプション、ポストメーター、それからコメントメーター、タウンメーター、タウンメーター、スリンクという、これらのテーブルがあるんですね。これらの、テーブルの役割なんですけど、ユーザーっていうのはユーザーのアカウント情報、ユーザーメーターっていうのは、まあ、ユーザーに紐づいた、名前や連絡先なんていうのを、属性情報が格納されています。オプションズっていうのは、ワードプレス本体ですね。これらの設定情報が格納されています。それからポスっていうのが一番、まあ、ワードプレスの中で中心的な、テーブルで、この中に、まあ、投稿であるとか、固定ページであるとか、こういった内容が、格納されています。
それから、ポストメタっていうものがありまして、これは、まあ、一番利用するシーンが多いのがカスタムフィールですね。その他にもその、投稿に属、まあ、属する属性情報っていうのを、まあ、内部的に持っていたりします。それからコメントっていうのは見て分かるように、コメントの内容を書くのするもので、コメントメタっていうのは、ね、コメントに対する、属性情報、例えば、まあ、デフォルトだと、名前、それから、メールアドレス、と、まあ、コメント内容くらいかな、なんかを、入力してコメントすることになりますけど、それなりに独自の項目をつけて、コメントメタテーブルの中に、保存することなんかも可能になっています。それからタームスっていうテーブルでは、カテゴリーなのかの分類情報ですね。それからタームタクソノミーって、これ、まあ、若干分かりにくいんですけど、まあ、このタームスとタームタクソノミーで、まあ、大体一つの、まあ、カテゴリーの中の、一つの、選択肢として理解してもらえればいいのかなという感じですね。それからタームリレーションシップスというテーブルがあって、これはタームスっていうこの分類と、まあ、一番分かりやすい例で言えば、ポストですね。どこがどういうふうに結びついているのか、まあ、これは関連情報を、保存しています。それからリンクスっていうテーブルは管理画面上のリンクっていうところですね。あそこの、一つ一つの項目を持っています。まあ、これらのテーブルはどういうふうに結びついているかなんですけど、ちょっと架空の方で私の方で図を作ってみました。まあ、コレックスの方にも一つ載ってるんですけど、まあ、ちょっと、まあ、見てもらえればなと思います。これは後で資料とかにあるので、そこら辺アクセスしてもらえればいいかなと思います。それからもう一つ、マルチサイトになった時にどういうふうになるのか。これに、ちょっとテーブルが、まあ、複雑になるので、見にくいんですか。これはしてみようか。画面入らないでよくわからないかなという感じで申し訳ないんですけど、ここの黄色で、まあ、背景が、塗られている部分が、まあ、マルチサイト、複数のサイトが出ていきますけど、この黄色で背景色作られたテーブルが、サイトごとに増えていくことになります。具体的に言うとですね、コメント、コメントメタ、それから、オプションズ、それからポスト、ポストメタ、まあ、リンクス、ターム系ですね。実際にこれを、まあ、特に見たらこれ多分入ると思うんですけど、これの、9個のテーブルですね。この9個のテーブルは、サイトごとに追加されていきます。それに対して、ユーザーっていうのは、そのまま全部、全体のサイトで共有されます。それの他に、まあ、6つのテーブルっていうのがマルチサイト用に、作れることになります。まあ、最初にこう、まあ、データの方がサイトごとに切り分けられているという説明をしましたけど、この辺はこの、テーブルが、分けられている。サイトごとにテーブルを分けられていく、分けられていくということに、まあ、起因するものですね。で、最後にマルチサイトのチェックすることで、いくつか紹介していきたいと思います。まあ、プラグイン、一番最初にこうサイトを横断するような、この抽出って難しいということなんですけど、そういうものを何とか解説しようというプラグインがあります。
マルチサイトグローバルサーチというプラグインで、これはあの仮想的にこう、まあ、ポストテーブルであるとかコメントテーブルを、全体で連結させて、ビューというマルチあの MySQL のテーブルを作ります。これはあの、まあ、一つ、これに対して検索することにより、サイトの、まあ、横断した情報の抽出なんかもできるんですけど、やはりこう全部やっぱり くっつけるので、そんなにパフォーマンス大きなサイト、200とか300とかっていうのクラスになると、なかなか厳しいかなという感じで、私の、まあ、予想ですと、まあ、100ぐらいとか、まあ、そこら辺でせいぜいじゃないかなと思っています。でそれからあのサイト、追加時の初期データですね。これちょっと私のブログの方で書いてあるんですけど、まあ、細かくはこっちのサイトをあの見てくださいということです。リポートの設定であるとか、最初に作られるカテゴリーであるとかビジェットの設定なんかを、変更することができます。それから、最初にあの説明した、IE フレームであるとかタグを、削られる問題は、アンフィルタードMLというクラウドインで、一応解決することができるようになっています。それから、まあ、サイクルの規模が大きくなってきたときにですね、まあこれあのオートマティックも開発しているので、おそらくあのワードプレス .com でも使っているんじゃないかと思うんですけど、ハイパー DB というクラウドがあって、これはあのテーブルごとにどこのデータベースを参照するかっていうのを、切り替えられるようになっています。だから、例えばこう、まあ、このサイトは A というサーバー、この B というサイトはこっちの B というサーバーというのを、まあ、サイトごとによって、それを振り分けられることができるので、まあ、どんどんそういうポジティング型のサイトが増えているときでも、このプラグイン使えると思います。それから、ネットワークサイトヒエラルキーというプラグインがあって、通常あの、まあ、サイトを作っているとそこら辺はあの親子関係とかは持てないので全部並列な扱いになるんですよ。でこのプラグインを使えるとサイト間での、階層構造、親子関係ですね、それを設定できるようになるので、例えばまあ、組織に属する、まあ、ブログのサイトを作ったときに、これであのそういう親子関係を、表現することができるようになるという感じです。それからですね、さっきちょっと触れた設定の方で、属性なんかを設定すると、一般の人に見えないブログになります。例えばちょっとメッセージが出て、まあ、このブログは消されましたよとかっていうメッセージが出てるんですけど、そこら辺をカスタマイズすることができます。WP コンテンツのディレクトリーの中にですね、ブログ削除の場合はブログデリテッド PHP、アーカイブとかスパムってやつにはブログサスペンデッド PHP っていうファイルを置くと、ワードプレスのデフォルトの表示に代わりに、この PHP の内容を表示してくれるようになります。で、それから一番最後に、サブディレクティの、インストール条件なんですけど、1ヶ月前、1ヶ月より前の、記事があった場合に、まあ、選択できないという、ちょっとさっき表現をしましたけど、これを強制的に強化することができます。wp-config php に allow subdirectory install するって、記述を追加してあげると、まあ、1ヶ月前の、古いブログであるとかっていう場合でもマルチサイトに切り替えられることができるようになりますと。で、ちょっと時間を取りたいんですけど、いくつか何か質問があれば。なしですか ?OK ですか？なんか難しめな質問でも、簡単すぎます。マルチサイトでも何でも大丈夫です。ちょっと じゃあ先だ、ちょっと先だったので。はい。マルチサイトを、まあ、サブディレクトリ型に入れるときに、はい、まあ、1ヶ月以前の記事がっていう話を、はい、それってなんで1ヶ月なんですか？なんで1ヶ月って言われるの？なんかちょっと自分も実際その、はい、試してインストールしたときに、はい、まあ、その1ヶ月前っていうのは特に意識してなくて、まあ、元々なかった、はい、っていうのもあるんですけど、はい、なくて全然問題なく入れられたんですけど、はい、なんかそのなんで困るのかな、なんでそれで成功あるのかなって思って、まあ一つあるのはやっぱりリガルの競合、もういろんな自由にこう作っちゃってて、
まあ、マルチサイト化したときにこう、まあ、それと競合するとか、あるいは、まあ、検索エンジンもインデックスされてて、それがガッツリ変わる可能性があるので、まあ、そこら辺のを、まあ、限度が1ヶ月っていう判断なのかなという、私、まあ、私の解釈です。違ったらごめんなさい。あくまでもその、はい、なんだろう、そのワードプレス側の都合と、まあ、検索エンジン側の都合を考えて、まあ、その、はい、言われる競合したらっていう、はい、ではないかな。なるほど、はい、あ、はい、私もあんまり好きしてるんですけど、はい、ちょっと調べてみたい。はい、はい、ありがとうございます。はい、あんまり動かないんじゃないかなと思います。今回は、さっきみたいにサーバーネット、サーバーエリアスで設定して、あとは、Windows の補足を、多分さあって加藤さんがちょっと補足、割とライティング登録入れてくれると思うんですけど、ホストファイルをいじって、起こるというのは印象としています。はい、私もそもそもポートつけてインストールしたりとかしてないので、ちょっとそこら辺はどうやってみないと分からないと思います。はい、ありがとうございます。で、ごめんなさい、5分ぐらいあるので、今日はですね、このワードプレスの教科書、実際にちょっと出版社の方で担当いただいた三田さんがちょっといらっしゃってるので、その三田さんの方から若干本の紹介、内容の含めての紹介になるのかな、あとちょっとお楽しみがあるので、時間をください。すみません、三田さんお願いします。私ソフトバンククリエイティブという出版社の編集を担当している三田と申します。今大曲さんから紹介いただきまして、本格ビジネスサイトを作りながらワードプレスの動画を非常に素晴らしい丁寧な開発の作品としてブラインドストリングのまとめていただきました。で、Amazon の方で非常に反響が良くてですね、総合順位で1000位から5000位ぐらいをキープしております。1回の総合で270位まで行った時がありまして、あとで聞きましたら山田さんが20冊一気に買ってたこちらついていたんですけれども、まあ、非常にいい感じですね。で、まあ、全国の書店でも関係は、で先ほどちょっと馬鹿さんが売れてるようだと控えめにおっしゃってましたけど、かなり多分まあ一番売れてると思います。まあ、それで、ですね、まあ、ソフトバンクというか野球のチームとかですね、携帯 の, キャリアとかというイメージがあるかもしれないんですけども、私たちは出版部をやってまして、それで、まあ、IT 系の出版物をメインでやっております。で、まあ、あんまり話が長くなってあれなんですけど、まあ、プログラミングの歴史みたいなことを30とか1分ぐらいで簡単に話をしたいなと思うんですけども、 PHP ってもともと何かっていうとですね、これパールという
原案を出した。これが元になって PHP が作られています。これが19年前のですね、ラリー・オールというのパールの開発者が書いたのね、パールプログラム、古典中の古典です。これが元ですね。これが元になって PHP が作られた。で、これも日本で初めて用いられています。で、さらに PHP の方もうちが日本で初めてやりました。それはこの本ですね。この見た方はいらっしゃるか、いらっしゃるか、見た方いらっしゃいますか、ね、あ、結構いらっしゃいます、ね。このマンモス本である本ですね。まあ、これが元になって、まあ、ワードプレスが生まれた、まあ、日本のユーザーとハッカーが生まれたという。大変なのかですね、あとこれはちょっとあの私が直接手がけたんですけど、日本で2番目に出された MySQL の本っていうのを5000部ぐらいやって、まあ、地味な本だったんですけども、非常に当時としては画期的な日本語で MySQL を読めるというものを作られていただきました。まあそれであんまり話が長くなるとあれなんですけど、まあ、非常にあの今日こちらに来てやっぱりあのコミュニティの熱気というものを感じてるんですけど、まあ、何かっていうとやっぱりあの何かこれあるんじゃないかと。でコミュニティって昔結構 Linux とかですね、あとストラッツとかパッチとかですね、かなり熱気があったんですけども、いろんなことがあって、こう、ケーキの減退とか、あと、まあ、MySQL とか Java、Oracle が買収したとかですね、まあ、いろんなことがあって、コミュニティの熱気が、まあ、減退してきたんじゃないかと。まあ、それで、まあ、今回ですね、私たちがあのプライムストラッツと一緒にこういう本を作らせていただいたので、まあ、何ができるかと。コミュニティのなんかきっかけになったりだと思うんですよね。で、まあ、で一番はやっぱり皆さんこれ買っていただいて読んでいただいて、あの、まあ、ワードプレスを日本で提出するのが一番いいと思うんですけど、あともう一つはこれを叩き台になんかみんなで話し合ったりとか議論したりとか、そういう道具に使っていただきたい、そういう思いでもあります。それでこれを中心に何か Twitter とか Facebook とかいろいろネットワーク上でコミュニティが広がっていったら、まあ、日本のここにも寄与するんじゃないかという壮大な思いもございます。それであのちょっとあまり長くなってしまったあれなんで、これで終わりします。それで最後はプレゼントのコーナーを設けておりますので、この著者の、一人の井村さんとですね、あのじゃんけんをしていただきまして、うちの方で5冊持ってきました。おお、5冊勝ちに行きますよ。あ、勝ちに行けばいいんだ。応募が2冊ないです。一冊、ワードプレスの教科書の一冊だけ持ってきました。その他、4冊ございますので、そうですね、欲しい方が起立していただいて、で、井村さんとじゃんけんをしていただいて、勝った方が最後に残って、3、4人ぐらいに絞られたら、その方がじゃんけんし合って、勝った方がお持ちになるという感じです。では、早速、ご起立いただきますか。とりあえず5人近いところまで行くまで、ね、私の方が勝ったじゃんけんいきます。じゃんけんぽい、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 あれ面白いじゃないんですよ、あれ面白いじゃん。じゃんけんぽい、かわいそうだった。おぉ、すごい。あ、すごい。あれ、気をつけじゃあ、これどうしましょう。それで、5冊あるんですけど、みんなはバラバラの本なんですよ。で、5回やっていただくか、それともこの5人の中でやっていくかって考えると、やっぱりそうですね、欲しくない本が混じってたら、ね、いや、でもいい本ばっかりですから。あまあ、プログラミングと関係のない方を持ってきてるんで、そうですね、じゃあ阿弥陀で決めましょう。時間ほどほどに。はい、じゃあもう一回、もう一人だけですね、さっき、
負けちゃった人を最後まで残ってもらった人と僕でじゃんけんして、あのもう一人決めましょう。そういうことです。この4人は確定で。これは前回負けた人。そうです、前回負けた人。ちなみにあの他の4冊何か先に申し上げますと、この PHP のスーパーサンプルで、まあ、ソースコードコーディングなんです。これもコーディングの PHP コーディングです。あとこれがあの一般書なんですけど、あのですね、ちょっと実用書ですね。書き方トレーニング、ライティングの本です。